やー、ついに修学旅行か。楽しみだな。はい、さすが沖縄、暑いっすね。でも、二人とも、この間の怪我は大丈夫なんですか？まあ、あんなんや、ただ遊んでやっただけだから、全然へっちゃるで。でも、不思議ですよね。起きた時に戦いが終わってたなんて。ああ、結局あれ以来神道も姿を消してしまったし、心配だな。ああ、神道さんなら大丈夫ですよ。あの、無事悪い人たちから逃げて、他の学校に通うみたいです。あ、そうなのか。てか、ぼっち、お前サングラスなんてかけて、だいぶ浮かれてんな。え、せっかくのバカンスなんですから、楽しまないと損じゃないですか、ね。本当は神道の行方は俺にもわからない。あの戦いが終わり、俺は目を覚ました頃にはもう神道はどこにもいなかった。しかし、こいつらがまた助けるとか言って無駄な行動を取らないように、今は安心させておいた方がいいだろう。まあ、進路は心配いらないなら、これで修学旅行楽しむのに専念できるね。ほんとっすよ。てか、ポチ、マスさんたちが危ないって言ったら、どっか行っちゃったの、なんだったの？漫画の発売日を思い出して、あの本屋に向かっただけですよ。はい。あ、なんだそれ。お前、本気なやつだな。本当だよ、お前はいつも平穏だよな。お前ら遅いぞ。他のクラスはもう先に行ってしまったじゃないか。おお、てかよ、あんたこの間あんな救世主みたいな感じで登場して即瞬殺されたのに、よくそんな堂々とできる。なんだそれ、覚えていない。すげえメンタルの強さだ。そんなことよりお前たち、今回の修学旅行で何か問題を起こせば即処分だから、覚悟しておくことだな。島の野郎、変なスイッチ入ってる。ええ、厄介なことになりそう。てか、この国際通りで自由時間らしいっすけど、どうします？まあ、観光なんてしてもしょうがないしや。他校の不良を見つけて、喧嘩でもすっか。へへへへ、いいっすね、松さん。でも、そうすると、ぼっちが邪魔になりますね。ああ、確かに。ぼっちいたら舐められちまうもんな。おい、ちょっと、同じ班なんだから仲良くしましょうよ。いや、ぼっち、お前は邪魔だから、そこら辺でアイスクリームでも食べとけ。わぁ、そんな、ひどいですよ。うるせぇや、陰キャ陰キャらしくしとけ。まずは、不良を見つけるってことです。行きましょう。よし。おい、ちょっと、待ってくださいよ。ちょっと。ラッキー。なかなか相手になりそうだけどね。本当っすね、ドイツ抜けてますよ。お前たち、花山はどうした？
ああ、ちょっと邪魔だったんだよ。置いてきました。あ？お前たちは同じ班なんだから、一緒に行動しないとダメだろ。いやー、でも邪魔だったんすよ。ふざけるな。知らない土地で一人ぼっちになって、花山がどれだけ心細い思いをしてるのか、お前らにはわからないのか。もういい。花山のもとへは俺が行く。花山がかわいそうだろ。あいつら。おい。念願の海ぶどうです。ああ、めちゃくちゃブチブチしてる。オリオンビールめっちゃ合うな。何やってんだよ小宮山。いや違うんですよ、マスクしたんですよ。お酒飲んでこないと僕ボコボコにされるって言ってたんですよ。だからもうやるしかなくて、もうすいません。その話本当だろ。ああ来い。おい、ちょっと、あいつらと来たら花山、お前もお前だぞ。うわー、いいっすね、吸いっぷりが。うわー、いいね、沖縄でしょ、たまたま。最高っすね、本当っすね。人は違うっすよ、これ。これよ。すいませんでした。海に沈めるぞ、こら。ほら、昨日、マツ君が僕にお酒飲めって言ったからじゃないですか。そうだったか。マツ君、悪だから忘れてるんですよ。そうだったっけか。いいか、お前らにはもう自由時間などない。そんな、そう、ホテルに一生缶詰だ。そりゃ沖縄だけあってホテルは最高だけどよ、外に出れねえなんて遅刻だな。はい、他のクラスは今頃観光っすかね。ああ、なんとか抜け出す方法ないっすかね。いや、でも抜け出したところで交通手段がねえからや、どうせどこにも行けねえや。ああ、確かに。おい、てかぼっち、何やってんだよ。なんでのんきにくつろいでんだ。ミラさん、何を悩んでるんですか。ホテルに缶詰だしよ、たとえ抜け出してもどこも観光できねえって話だよ。確かにこの状況、僕みたいな凡人にはどうすることもできません。しかし皆さんは不良じゃないですか。あれは先生たちの移動用に使ってる車です。鍵はいちいちかけてないみたいです。お前まさか車を盗んで移動しようってのか。ええ、まあもちろん陰キャの僕には到底無理な話ですけど。こっち何言ってんだよ。だって俺たち免許持ってないんだぞ。そんなことしたらどうなるくらい想像つくかだろ。ちょっと考えろ。こっち、ナイスアイデア。
かしてやろうぜ。いいっすね。さすが不良。待てよ待てよ、絶対無理だって。よし、行くぞ。ゲーセンで鍛えたドライブテクニック、ここで見せてやるよ。よし、修理場の近くまで来れましたね。案外バレなかったね。不良君見直しましたよ。ナイスんだ。不良ならこれぐらいで当然だよ。あれ、マッチさん汗かいてます。あ、そんなことね。立ちんだよ。ここ開けるぞ。お前ら退学だ。修学旅行どころか俺たちの学校生活が終了したぞ。もう部外者だからって制服も取り上げられたし、なんとか処分を取り下げてもらわないと。しょうがない、もしもの時のためのあれを使うしかないか。お前またくだらねえこと言い出すんじゃねえだろうな。僕は小島先生のことは全て知り尽くしてますから。はい、なんで早く話せ。これを小島先生に差し上げるんですよ。これは白石麻衣子とマイアンのサイン入り生ジャッシュ。小島先生マイアンの大ファンですからね。これで一からですよ。大学を取り下げるからには学校に帰ったら莫大な量の課題が待ってると思う。かわいいな。はい、はい、すいませんでした。俺はあいつにまた力の差を見せつけられた。今の俺ではまた返り討ちにされる。そのために俺は強くならねえといけねえんだ。よし、沖縄で強いやつを見つけて武者修行でもするか。まずは情報集めと。もしもし兄貴、お疲れ様です。
おう、出かけんか。ちょっと話があるから顔貸せや。ああ、はい、どちらに向かいますか。おう、沖縄だ。はい、今自分東京っすよ。ああ、それはよかったな、早く来い。いやでももう時間的に飛行機もないですし。ああ？そんなの知らねえよ、お前。本気になれ、なんとかなんだろうか。あの、兄貴、お言葉なんですが、そのお話って電話でなんとかなりませんかね。てめえ、どつきますぞ、俺。男と男なら顔をつき合わせてなんぼだろ。あ、すいません、すぐ向かいます。なんで海なんだ、あいつ。船でも借りたんか。てめえ、泳いできたのか。はい、奄美大島まではツテを使って船や陸路で来たんですが、そっから足がなくて。おお、そうか。そんなことより話ってのはよ。はい。沖縄で強えやつ知らねえか。それだけですか。おう、それですと、心当たりはありますか。おう、それはどんなやつ。二人組で沖縄最強と呼ばれてます。なるほど。じゃあそいつらの居場所を突き止める。はい。じゃあ調べがついたらあとは電話してこい。ああ。だから最初からそう言ったんだよ。こいつらが沖縄最強か。チャンスはこの後の自由。追い詰めたぞ。おい、まだ終わってねえぞ。Yeah!